ドルチェクラシックチャンネル。おはようございます。坂口かすみです。アスファルトの裂け目からオレンジ色のお花がすくっと立ち上がっていました。ひなげしです。夏目漱石の小説グビジンソウがひなげしのことだってつい最近知りました。想像していたお花とはちょっと違ったんですけれど、文豪を身近に感じました。日曜の朝はドルチェクラシックチャンネル、管楽器の名曲をお届けします。お客様には音楽にまつわるお話などを伺います。心地よい朝をご一緒に、ドルチェクラシックチャンネル。この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りします。確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ。管楽器の専門店ドルチェ楽器は、圧倒的な品揃えであなたに合ったパートナー選びをお手伝いいたします。AM1008、FM933 でお届けしています。ドルチェクラシックチャンネル。今朝のお客様はフルート奏者の町永望さんです。町永さんは大阪音楽大学を卒業、専攻科を修了。テレマンアンサンブル大阪府音楽団に在籍後、ドイツマンハイム国立音楽大学に入学。芸術家資格試験に最高点で合格、新しい音楽家の登場と評されました。帰国後は関西室内楽協会で活動後、関西の主要な演奏会に多数出演され、演奏家教育者として幅広い活動を繰り広げられています。去年の3月に大阪芸術大学教授を退任されました。町永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。大阪芸術大学ご退任おめでとうございます。ありがとうございます。長く教壇に立たれていらっしゃったんですか？はい、そうですね、40年近くやっておりました。はい、たくさんのお弟子さんが、ね、じゃあ全国にいらっしゃるわけですね。そうですね。それで今回のハイブリッドコンサートっていうのをやっていただくということで、はい、そのあまり会えない遠くにいる生徒さんだとか、そういう方々にも聞いていただけるということでね、はい、ありがたいなと思ってちょっと喜んでるんですけども。ドルチェさんが始めましたライブ&オンラインハイブリッドコンサート、はい、そうです。観客の数をぐっと少なくはするんですが、入っていただいて、はい、同時にネット配信といいますか音楽配信をされるということで、そうです。待ち望んでらっしゃる教え子さんたちもたくさんいらっしゃるでしょうね。そうですね。やはり遠くに行ってコンサートしても来れないとか、そういう方もいらっしゃいますので、まあ、懐かしく聞いていただけるかなとは思ってますけれども、去年の退任記念演奏会、とっても温かい演奏会だったそうですね。はい、はい、それはもう私が大学辞めるということで、卒業生の皆さんがぜひ退任のコンサートをやってくれということで、皆さんで企画していただいて、それでやることができました。そうですか、はい、教育の現場に立たれたからこその大きな財産ですね。そうですね。ややもう年齢的にもね、不安はあったんですけれども、まあ皆さんが後押ししてくれたので、まあ私も気持ちよく演奏することができました。はい、また今回もまあ味しめてまたやってみようとかまだもう少し続けてみようかなとか、いろいろこう考えているところです。お話を少し昔に戻しますけれども、はいはい、ドイツに留学されたのが1980年前後ということになりますね。そうですね。それぐらいです。はい、
当時のドイツとなると、はい、東西統一にこう向かっていく雰囲気の空気でしたよね。はい、はい、そうです。どんな感じでした？当時ですね、私はマンハイム西ドイツですけど、東ドイツのベルリンの方に、はい、ベルリンフィルの先生にレッスンを受けにも次1回ぐらい行ってたんですけど、はい、で大体列車で、まあ、7時間8時間とかかかって国境を越えていくんですけど、途中にやはりその機関銃を持った兵士さんがいたり、はい、そう、検閲みたいなのか、検閲みたいな感じ あるんですか？そうですね、そういうのに何回も出くわしたことがありますので、すごいなと思って思ってましたけど、当時は。そうですよね、はい、やはりドイツの方の音楽に対する姿勢というのは日本とはかなり違うものがありますか？はい、そうですね、まあ、やはり私はどうして、まあ、ドイツに行きたいかっていうふうに思ったかっていうのは、やはりそういう部分を向こうの方が自然に持ってる音楽っていうのは一体何なんだろうっていうのをちょっと感じてまして、日本にいて、はい、それは日本にいてはどうしても感じ取れないものだと思ってたので、一度やはり直接行ってそういう風土に触れて、皆さんの生活の中でどういうふうに、まあ、皆さん音楽に触れられてるかっていうのを、まあ、直接感じ取りたかったっていうのが、まあ、第一なんです。もちろんいい先生がいらっしゃるっていうのも理由にはあるんですけど、はい、帰国されてソロ室内楽でご活躍されました、はい、フルートと出会われて、はい、何年ぐらいになられますか？フルートと出会ってからですか？はい、フルートと出会ったのは中学校で出会ったんですけど、はい、スタートは金管楽器をやったり他の楽器をやったりしたんですが、私の中学校の時の恩師が、担任になった先生がちょうどフルートを専攻で卒業された先生でしたので、はい、お前はフルートが向いてるって言ってその先生に言われまして、うん、それでフルートをやるきっかけになったんですけど、はい、まあ、それ以来ですから、もうこの年まで何年になりますかね、何十年もなるのでわけわからんぐらいも長くなってます。半世紀ぐらいにはもう十分十分な。そうですか、はい、でもね、まださっきおっしゃったようにこれからも退任記念演奏会をきっかけにまだまだやりたいというお気持ちが湧いてきたとおっしゃってますから。そうですね、これからまた新しいスタイルの演奏ができそうですね。退任して時間ができましたので、自分の練習できる、はい、ですからそういう意味では、まあ、もう少し頑張れるっていう気持ちになってます、はい、これからもますますのご活躍をお祈りいたします。はい、なお、はい、町永望さんのコンサートなんですが、はい、6月28日日曜日、はい、お昼の3時からドルチェアーティストサロンです。詳しくはドルチェ楽器にお尋ねになってください。もちろん会場に行けないんだけれど聞きたいという方はまた音楽配信の方でも聞けますので、このあたりもドルチェ楽器にお尋ねになってください。今朝のお客様は町永望さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで町永さんの演奏で一曲お届けいたします。クロイツァー作曲ソナタコンチェルタンテ、お聴きください。Thank you.
ドルチェクラシックチャンネル、あなたからのおはがきメッセージお待ちしています。音楽にまつわるお話、日曜日の朝のこと、どんなメッセージも大歓迎です。ご紹介した方には ABC ラジオから記念品をお送りいたします。宛先は郵便番号 530-8004 ABC ラジオドルチェクラシックチャンネル。メールの場合はすべてアルファベット小文字です。 CLA クラシックのクラアットマーク ABC1008.com でお待ちしています。来週はファゴット奏者の石川明さんにお話をお伺いします。ご案内は坂口霞でした。ドルチェクラシックチャンネル、この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りしました。